こんにちは、ブランド林社長です。ブレットランド響です。12着ランダムでございます。3年ぐらい前に買ったロンティー出てきたわ。あ、そう、3年ぐらい前でそんな高いんですか。うん、見たことないもんこれ。まあまあ、はいはい、まあなんかいいラインナップです。はい、ということで最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。一着目いいですか。はい、これです。ユーロのこれワールドハーツ、はい、ニコちゃんマークというか、はいはい、あれのロンティーをよく私あれば仕入れております、うん、あれいいっすよね。それよりかっこいいロンティーですね。これはバックプリもね、これは入ってますよ、ね、かっこいいですね。じゃあワイルドハーツって語れる方全然語れないんですけどね。なんかデザインいいの多いっすよね。欲しいわこれ。私3年間忘れてたけど、ユーロの XL でサイズ感としてもかなり大きめなので、うん、身幅もねがっつりあるんで。サソリとてか虫か、あー怖い。なんかパッと見ねアリチェンみたいなあんな感じの色味使いですけど、はいはい、素晴らしいです。これ袖プリも豪華やもん。そっちは場所かな、地名かな、たまにあるやつですな、ですですです、うん、カニバルコープスとかがよくやるやつだな。やってますやってます。はい、はい、ということで1着目こちらいきなり超おすすめです。はい、2着目、2パックシャキールオニール。はいはい、こだシャキールオニールってボケたのに全然突っ込んでくれへん。いや、あの温度上がってるから大丈夫かなと思ってカメラの充電しないでしょ。充電してないです。大丈夫ですよ。大丈夫かな。はい、はい、2パックシャキールオニール、ホットな感じなんでカメラも熱くなってるぞって言ってますけどはいはい、ね、まあタグが読み取れませんが、まあ、XL ぐらいでしょ。最近なんかまだラップティーのお問い合わせ多いんですけど、はいはい、あんまりお取り扱いがないので、まあ、アルブはもう出し惜しみせずパンパン出してます。あとまあラップティー販売されてるお店さんとか、うん、個人の方って高いなって感じるから、やっぱうちは値段的にもいいと思うんですよ。いいと思います、うん、お次、お買い取りで入荷しましたこちら2枚お持ち込みいただきましたお客様、はい、ありがとうございます、はい、マリリン・マンソンのスイートドリームスのこっちバージョン、はい、のウィンターランドの L と、はい、Y2 系列がテネリバの結構いい感じの XL でございます。アゲインストオールゴッツアメリカンツアー2004がこちら、袖プリもございますね、うん、球数としてはねこっちよりこっちの方が少ないんです。少ないですね。まあ本当2000年入ると急に T シャツで少なくなるので、なんかそうですよね。あとサイズ感が結構シビアになります、うん、なんか 90s のものって結構 LXL って多いんだけど、 Y2K のものって比較的 M とかが多い、うん、まあトレンドとか流通数とかにもよるんでしょうね。でしょうね。はい、っていう中でこちら XL です、はい、こっちが L、はい、高くなりましたなマンソンね。やっぱ店頭でもマンソン何かないですかって言われるんですけど、あの現状あるのが、あの高いスイートドリームスとか、全然マンソンはないんだ。マンソンホールとか、だからその要はこの価格帯のやつが多分基本的に残らない、ね、頑張ってた。てか一本持ってきて出してきます、はい、ということで、こちらマンソン、Y2K と 90s を選びます。次ちょっと表目安い 9inch nails のミディアムサイズですけども、はい、これバックにナッシングのパッチがついたタイプでございまして、はいはい、ちょっと右寄りについてるな、うん、はいはい、オールスポーツ、まあまあまあ、いい T シャツです。はい、お願いします。お次カットタッグのクイーン、これはかっこいいですね。これはかっこいい、本当にかっこいい。バックプリントにメンバーの名前も入っておりますの で、はい、いいですね、皆さんメンバーの名前覚えましょう。色使いもいいしデザインもいいし、もう普通に別にこれは、うん、あとでかいです、はい、基本的にね、クイーンってユーロものが多いんですけど、これ雨物なんで、うん、ちょっとユーロは苦手なんだよねと、ガシッとしたボックスシルエットが欲しいんだよねって方はぜひこれ見てください、はい、お願いします。でも最近よく出してますけど、まだまだ出します。だって売れるんだもん、かっこいいんだもん。シンプソンズのソプラノスと、まあこれとね、はい、このまま出しておいて、ついをなすぐらいちょっと僕がこれは相場を上げたかなっていう技術が次もあるんですよ、はい、この2枚って、はい、マジで結構俺らが相場上げたよなと思いますよ、はい、うん、まあ、実際そうだと思う。ちょうど結局いい、僕らが注目しだして売り出した時っていい価格帯で、うん、かっこよくて、うん、あといい感じにちょっとね、あの肩肘張らず着れるわけですよ、うん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 、それは皆さんにこう受け入れてもらえるやろうと思って、
結構押してたんですけどね、ドッグファーザーとかのソプラノスは、はい、まあともに、まあ、こっちの方がぐんぐっと上がって、これはゆるりゆるりと、ソプラノスは上がってる感じですけども、もともとがこっちよりこっちの方が多分、うんうん、だったから、まあまあ全体的に見たらどうなんだろうって感じですけど、まあ、ブルーのねプリントが非常にいいし、これは結構ね、はい、あのコンディションがまだいいので、すごくいい、こっからこれは結構削れてて、はい、ともにいい感じです。お願いします。はい、いかがでしょうか、どなたか僕とお揃いで見える、私の、あ、今日着てるんですね、うん、はい、持ってきましょうか、見えますか、はい、まあドレッドで思いっきり真ん中ドーンってなってますけど、見えますか、はい、リザードです。もうリザード 2,3 枚持ってるんで、あのすっごいプルプルのリザードと、これはそのどのあれになるんですか、これはすごい綺麗なリザードです。あ、綺麗な、これでも綺麗なリザードですよ、もっとじゃああれなんですね、やばいぐらいボロボロ、なんか僕見たことあるかな、なんか結構もうブリーチみたいな、うん、はい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 、まあ、あのこれもね適度に焼けが入ってます、で、これ丸ボロの、ね、ボディ結構あまたあるんですけど、首リブが伸びたくない人には非常におすすめな個体でして、はいはい、一部の個体には元からね仕様としてですよ、誰かが後でやったんじゃなくて、首のこの真ん中にステッチが入ります、これここじゃなくて、まあ、ここにも入るんですけど、なので首が伸びない、うん、なので結構あの首、まあ、僕はね比較的伸びてこうなってるのが好きなんですけど、嫌な方ぜひともこちら、はい、お願いします、お願いします。いいフェードじゃないですかこれ。さあ何の丸ボロですかね。あ、今言っちゃった、ちっちゃい声で言っちゃったじゃあお見せちゃった、はい、コヨーテですね、これはね、この赤の文字のね、このデカプリとこうちっちゃい丸ボロのこのアドベンチャーチームってかっこいいんだよねこれ。色もね先ほどのと比較していただくと分かるんですけど、結構抜けてて、はい、さっきのは焼けに対してこっちは結構色抜けが、うん、あの強めな個体なので、素晴らしい、こういう社長の着てるのに似てるっすね、色あの抜け方としては。それこっちはシングルです、僕のダブルですから、はい、お願いします、うん、はい、響きどうぞ。はい、あ、高部ですね、これはね最高な T シャツですよ本当。ちょっと文字ってこれ俺今気づいたけど、はい、青みがかってんねんな、真っ白じゃない、真っ白じゃないですね。あ、見せておきましょうか一応。なんかいつも僕タコベルのお買い取りさせていただくときに思うのが、うん、こんなデザインのにいいのに安いんですよね販売ね。おいしないもんタコベル、え、おいしないもん、関係ないですよ、え、そんなんじゃないですよ、いつ食うのあのいつもなんかしょうがない、相場的に申し訳ないなと思いながら、でもそれが相場で販売額なんやからと思いながら、でも高なったよサコベルも、高かったっすけど、なんもうちょいいってもいいのにっていつも思いながら、でもなんか、うん、悔しいなと思うデザインなので、本当デザインは大好きっすね、はい、お願いします、共感いただける方は。でも生まないよら、ちっちゃいんすよ、もうちょっと大きくしてもらえればと思う、いつも見ると。何時に食うん、これ毎回言ってるけど、俺朝ごはん食べてない日の11時くらい。昼どうすんの？昼は2時くらいにまだちょっとランチに行くっていう、そのちょっとランチまで時間遠いなっていう時、あでおしゃれに行こう。でも11時はその食いながら仕事するの、あんなもん手ペタペタじゃん。仕事の日の話ですか？休みの日の話？休みの日かと思った。違う。寝起きにタコベル？いやだからもうちょっと早く起きてる手ですよ。その8時とか。もう12時まで我慢せえや、ランチまでも。いやランチ2時です。2時。あ、空いてるから？いや、ちょっとそこまで考えなかったですけど、まあその2時くらい、はい、ということで小腹が空いた時、次がディズニーヴィンテージからトワイライトゾーンのバックプリパーディー ですね、サイズも大きいです、ね、まあ欲しい方は本当多いと思いますんで、まあ XL って感じですね、ボックスシルエット、はい、まあ、ディズニーはね比較的着丈が長いものが多いので、これはシルエットとしても非常に着やすいし、うん、おしゃれにかっこよく着れるんじゃないでしょうか、はい、ということで12着ご紹介させていただきました。本日夕方夜6時から店頭にてご試着及びご購入が可能、夜9時から下記概要欄オンラインストアにてお買い求めいただけますと、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイザー社長とグレートランド響きでした。バイバイ。丸ボロ買ってほしいなー。